どうも、この動画では、ライジンフライ級ランキングについて話していこうかなと思います。まあね、ライジンではランキング制ってのは取ってなくて、まあそもそも団体っていうよりね、フェデレーション、うん、連盟っていうのかな日本語で言うと、まあ、そんな感じでいろんな団体の選手を戦わそうぜっていうね、コンセプトの、まあ団体というかね、グループなんで、まあそもそもランキング制度はないんですけど、 まあでも気になるじゃないってことで、私の独断と偏見に基づいて、つけていこうかなっていう、そういう話で。で、前回はね、フェザー級で、一応ランキング作ってるんで、そっちも見てねってことで、今回はフライ級。うん、でも一旦このフライ級で打ち止めですかね。うん、すぐ終わるやんって話なんですけど。てのも、ライジンでは今主に、まあ男子だとフライ、バンタム、フェザー、ライト、あたりが、まあフル稼働していて、 まあ、ウェルター級とかヘビー級の選手もいるんですけどランキング作るほどはいないっていう話でであと女子はスーパーアトム級かがあるんですけどまあちょっと層が薄いなっていう話ででバンタムとライトっていうのは次戦9月29日のライジン48とかそこでタイトルマッチもあるんで、まあ、どうせすぐ変動しちゃうんで,でかつ層もやっぱ薄いと思うんですよねフライトフェザーと比べちゃうと今っていうか 中心となる選手がちょっと弱いなというか、なんて言うんだろうな。まあ、バンタムはそうか。バンタムは中心となる選手がちょっと弱いなって印象があって、堀口教授、浅倉海、アンアチュレッタがそれぞれ階級変更及び、まあ、多団体移籍みたいなことになって、男子の階級で唯一なんじゃないかな、バンタムは。その王者経験者が現状一人も残ってないってのは、一人もいないよね。だって初代が堀口教授で、 で、二代目がマネル・ケイプだっけで、朝倉会、堀口教授、アーチュレッタ海・朝倉会っていう順番だったんかな、確か。ちょっとなんか誰か抜けたら申し訳ないんですけど、まあそんな感じでね、王者になった人が、もうバンタム級は一人も残ってないと。で、フェザー級に関してはね、やっぱ現王者、鈴木千尋がいるってのはもちろんですけど、元チャンピオンのクレベル・ケラモフ・サイタ豊は現状、ライジンにも残ってるし、 で、まあ、ライト級もね、まあ、サトシがずっとチャンピオンとして残っとると、で、いるわけなんでね。ってなると、バンタムはマジで今、ライジンの中で、一番層が薄いんじゃないかなというか、層が薄いって言い方は間違ってんのか、層はまあ薄くないんですけど、やっぱ中心選手がいないっていう、そんな感じですかね。突き抜けた選手がいないというか、逆にライト級は、突き抜けた選手、サトシだけがいるっていう感じで、他とやっぱ結構差あるよねっていう、 だからバンタムとライト級に関してはちょっとランキング作りづらいなというかあんまちょっとテンション上がらへんなって話ででだからこそでもバンタムに関しては井上尚樹が次戦キム・スー・チョル相手に圧倒的に勝つことをね勝手に期待していてこれ接戦とかじゃなくて圧倒まあ言うてキム・スー・チョルね馬鹿強いんで、まあ、スー・チョルが勝って王座大官って可能性もまあ全然ありますしなんならそっちの方がねオッズ的にも高い気もするんですけど それでもやっぱ対世界って考えたら今後ベラトールの強いやつも来るって考えたらこれスーチョル相手でも井上尚樹には差を見せてほしいなっていうかやっぱ結局ねライジン日本の団体なんで日本人の強いやつがチャンピオンになることが一番盛り上がるのはもうこれ間違いないんでだから頑張ってほしいなっていうあとなんかパッチーミックスもね11月16日あのレアンドロ・イーゴとベラトールの防衛戦決まっとるんですけど その後に僕行っちゃうよみたいなこと言っとるんで余計にねちょっと井上直樹はここ頑張ってほしいなって本当に夢を見してほしいでまあライト級に関しては先ほど申し上げた通りちょっとやっぱサトシさんが別格すぎてでその次にグスタボがどのレベルの位置にいるのかまあそれがわかるタイトルマッチでもありますしで他に関してはねもうどんぐりだよね本当にあんまランキング感もできねえしねでムサイフがね 積極的にもっとライジンに来てくれたらあれですけど、まあ、捕まったりとか、あとはベ,ベラトールというか PFL 中心で,で、ライジンでの試合は結構調整試合的なマッチメイク多いんで、難しいよね。だからこそ、フライ級ですよ、この動画では。めっちゃ喋るやんっていうね、はよ行けよって感じなんですけど、フライ級がね、やっぱそう熱くなっていきそうな雰囲気してきてるんで、カナダのね、9勝2敗の戦績のララミーとかいう選手と、 あとダゲスタンのなんか4勝0敗の選手とか、そういう選手と契約したみたいな話もあるんで。で、俺、ライジンフライ級、やっぱ熱いんじゃないかなというか、u f c のフライ級トップ3、ワンのフライ級トップ3、で、ライジンのフライ級トップ3。ここら辺でね、対抗戦とかやらしても、全然勝てるぐらい強いと思うんでね、そのライジンのフライ級のトップファイターたちは。まあ、堀口、新竜、大木久保あたりがちょっと抜けてる感ありますけど、でもね、 ででもいいんでであとテミロフがね最近 UFC と契約してしまったんで彼はちょっとラ,イランキングには入らないっていう話でまあいたらねトップ5ぐらいにはいたんじゃないかなとか思いつつでもテミロフくんのね UFC での活躍期待しましょうじゃあね長々と話しましたけどいきましょうかまず第10位終わりのウォーズマン5と伊藤有樹まあ正直このランキングに関してはね下位から決めるっていうのは難しいんですけどね うん、決めるときはね、普通におおじゃあ1位2位って感じで上から決めてるんですけど、でも発表するときは下からっていうね。まあそうなるよね、そら。ランキングだもんね。いきなりね、1位から発表してどないすんねんってところあるんで。まあ10位は伊藤祐気これ妥当なのか、低いのか、そもそもランキングに入らねえだろって思われるのかどうか、まあそれは人それぞれだと思うんですけど、まあ私的には10位かなと。で、ライジンでここ最近、一応3連勝してるんですけど、 まあ内容あんま良くないし、で、かつそんな相手も強かったわけでもないんで、まあ、10位ぐらいかなっていう印象っすよね。まあ、トップノイがね、最近やった中だと、まぁ一番強くて、その選手に勝ったのは良かったんですけど、まぁ、あまあ、あれに関してはどっちについてもおかしくないような内容だったし、で、その前の試合の広谷戦とかも、まあ私はあれ伊藤悠希が普通に勝ったかなと思って見てたんですけど、まだ見方によってはって話ですし、で、あとアーセンにはもう、 普通にコントロールされて負けたみたいな試合もあってでディープでもグランプリあったんですけど一昨年ぐらいかなえ本ダ選手に負けたりとかなんかね伊藤勇希の力んなっていう感じで面白くてね見た目もかっこいいんでやっぱもうひと伸び欲しいなってのはありますよねそろそろねド派手なフィニッシュが見たいというか、うん、結構パンチ力あってねフィニッシュ力高い選手なんですけど最近なんかね うん、消極的な試合というか、あんまスイング戦試合が多いっすよね。で、これ、雷陣だとね、次戦誰がいいんすかね。結構難しいっすよね。どものレベルの相手だとかみ合うんだろうかとか、本当はね、去年、荒井城戦とか見たかったっすけどね。まだ荒井城もね、負けてしまったんで、ってなると、ね、新規契約した海外勢とか、そういうのを最初に迎え撃つ役割とか、いいんじゃないかなとか思いますけどね。あの、さっき言った、カナダのララミーでしたっけ あれとかか結構噛み合うんじゃないかやっぱ海外勢って積極的に来る選手多いんでその方が伊藤選手もフィニッシュのチャンスは増えるんじゃないですかね危ない場面も増えるでしょうけどいい試合になるというかかみ合う試合がそういう選手の方ができるんじゃないかなっていうやっぱ伊藤選手の試合で、うん、面白かったのは負け試合ではあるんですけど福田竜也戦とかねあれ最高だったんで。 先に伊藤選手が打撃で利かしてただそこから逆にダウン取られて負けるみたいなあんな感じの試合ができるのって海外勢との試合になるかなと思うんでそれが伊藤選手は次戦みたいかなと個人的には思ってますで続きまして第9位俺たちのアーセンこと山本アーセンまあバレバレですまんなってことでまあアーセンがねこの位置にいるのは極めて安直な理由でそれが伊藤勇希をも完封したからですね 汗、まあ、に関してはね、ランキング外でもいい気はするんですけど、戦績的にね。ただ、伊藤裕樹がね、うん、来人戦績悪くない上に、その伊藤裕樹に勝っちゃったからね、これ、上にせざるを得ないというか、やっぱ伊藤裕樹選手、中村優作、フィニッシュしてるし、で、その中村優作に負けてしまった曽谷敬とか、本当はランキング入れたかったんですけど、ちょっと入れられないなっていう。 やっぱりね伊藤有樹は中村優作フィニッシュしてるし結構ね中村優作って負け試合も多くてその中で曽谷選手はその中村優作に負けてもうてるんで入れられないっすよねで広矢とかも伊藤有樹には負けてるしその広矢に負けてる洗い場も入れるのは難しいやっぱちゃんと伊藤有樹に勝ってるっていう実績とあと直近2試合前か福田竜也戦の内容とかも良かったんでやっぱアーセンは9位に入ってくるんじゃないかなっていう。 そんな感じっすね。まあ、あくまで私が決めるランキングでは入ってくるかなと。でも、外せよって言われても、そうだね、とは思います。まあ、戦績も4勝7敗ですからね。難しいよね。アーセンは次、誰とやればいいんですかね。一応今、2連敗中だからな、ライジン。復帰戦の伊藤由紀戦こそ、めっちゃ良かったものの、そこから負けとるしね。豆豆腐とかどうアーセンは。豆豆腐いいんじゃないかな。豆豆腐。 うん、豆豆腐行こうぜなんか一番ねいい感じで戦える相手な気もするし豆豆腐行こう続きまして第8位モンキッキーこと、まあ、柴田モンキー優也ということで、まあ、この柴田選手はねフライ級での戦いだとトップどころにはことごとく負けてる印象ですけどなんかそこ以外にはちゃんと勝つっていうなんかそんな選手かなと思ってます実際若き日の井上直樹とか新竜誠には負けていて で他にも元やゆ勇気とか和田達光にも負けてるんですよね本当にトップ層には負けてるけどみたいなでも最近だとディープで連勝しててまあアーセンもね下から足感決めてあっさり勝ってたんでまあ、あれはねアーセンしっかりせえよって感じでしたけど勝ちは勝ちなんでねここに入れざるを得ないかなとうんマジ伊藤勇気と矢本アーセンがちょっとエアコシすぎるよねそこに勝ってそこに負けるのかよみたいなことを二人ともしてるんで ちょっとねもう困ったなっていうところですけどうんまあライジンね1戦しか出てない柴田選手入れるのもあれですけどまあしゃあないなっていう入れちゃおっかなっていうところでここに入りましたで続きまして第7位カナダ生まれのイケメン伊藤誠一郎伊藤誠一郎選手といえばねパンクラスの現チャンピオンで直近もねサロハイディノフっていうねすげえ強いやついるんですけど、まあ、その選手決めて勝ってて で、かつね、プライベートでは、K1 の、現チャンピオンではないのかな現チャンピオンだっけあの、菅原美優選手と結婚してみたいな。もう、講師もにね、うまくいきまくりの最近ですよね、本当でね、あの、来陣での最後の試合、結構前なんですけど、まあ、3年近く前で、当時ね、若手のホープだった、橋本くんた選手かな彼をフィニッシュして勝ってて。てか、橋本くんはどこ行ったの本当に。 彼の試合見たときね、あ、これ後々朝倉会みたいになるんじゃないかなとか思って見てたんだけど、どこに行っちゃったの彼は。なんかインテリイケメンみたいな感じで売り出されてましたよね。ちゃうかったっけなんかそんな感じだった気がするんですけど、やっぱインテリイケメンなんで普通に就職しちゃったんかな。もったいないよ。俺は橋本くんの試合また見たいっすよね。ちゃんと練習とかしてるんだったらどっかで出てきてほしいな。ディープとかでもいいじゃない。見たいよ、橋本くん。 まあねそんな橋本君は置いといて、伊藤誠一郎もね、イケメンっすよね。うん。まあ、パンクラス参戦してからかな、うん。そっから彼の試合はずっとリアタイしてて、まあ、最近の試合も全部見てて。やっぱね、直近の試合が一番すごいっすよね。あの、アマチュアの MMA 大会、IMMAF で優勝したサロハイ・ディノフ風ですよ。もうそいつ相手にね、見事な防衛戦してて、ほんとめっちゃいい試合なんでね、見てない人はね、ぜひ見たらいいんじゃないかな。 ユーネクストに多分上がってると思うんで上がっってなかったらしまでもその試合見てね改めて二十歳ぐらいの時に伊藤誠一郎を決めて勝ってる新龍誠ってやばいんだなとも思いましたねだからねなんか新龍大菊セ戦とか新龍いっちゃうんじゃないかなとか思ったんですけどね余計にでまあ伊藤誠一郎に関してはね最近ライジンあんま出てないのにランキング入るのはまあおかしいぜって声もあるかなとは思うんですけど でもやっぱ最後のライジンでの試合も一応ちゃんと勝ってるしで、ライジン内ではね、新龍誠をマネル・ケイブっていう本当にトップどころにしか負けてないんでまあ入れてもいいかなっていう感じっすよねそっから負けてないんで今の伊藤選手はね、そうそう負けないんじゃないかなだからこれ新たに契約したと噂のダゲスタンのやつ本当に契約したんか知らないっすけどそいつがね、ライジンでデビューするなら伊藤選手がいきなり、ね、出てきて戦ってもいいんじゃないかなって思いますけどね 結構伊藤選手もね、海外勢とやりたいみたいなことを言ってはるんで、いいんじゃないかな。で、続きまして第6位。密林の大蛇。こと、オジェリオ・ボントニンさんですね。密林の大蛇。なんでそう呼ばれてるのかわかんないですけど、ウィキペディア見たら、それが通称って書いてあったんで、密林の大蛇ってことにしときます。まあ、キメが強いから、それ絡め取るみたいなところで大蛇なんかな。で、密林といえばブラジルうん、アマゾンなんで、そういうこと知らんけど。 でボライジンデビュー戦ではバンタム級契約の試合で元谷勇気に負けてしまったんですけどその次戦村本戦ではね圧倒してましたよね、まあ、そのことをね完全に忘れてたんですけどね村本戦なんてあったっけと思ってそうボントリンそういえばいたなと思ってボントリンの戦績調べたらあれ村本選手とやってるやんと思って、まあ、完全になんか忘れてたんですよねでライジンランドマーク6とかだったかな なんかその試合改めて見返してみたんですけど、いやめっちゃ強いですね、ボントリン。改めて。うん。村本選手、偉いやつ当てられたなと思って、なんかね、もう見てましたね。まあ、ボントリンに関しては、もう6位というよりもっと上でもいいのかなとか思いつつ、まあでも、ライジンでは2戦しかやってないし、1勝いっぱいなんでね。で、フライ級での試合に関しては、まだ1試合やっただけなんで、まあ、ここでいいかなっていう感じで。まあ、ボントリンに関してはね、ちょっと USC 時代の話もね、 こののランキンキグの決めるるにああたって入っちゃってて入ちゃ部分はありますよね USC でもやっぱトップランカーでしたし、まあ、別にね負けまくってあ、まあ、負けたか最後の2連敗ぐらいしてたかまあ、なんかえ弱くなった感じはしないんでだからここに入れてもいいんじゃないかなっていうやっぱボントリンをねもっと下の順位に入れるって結構違和感半端じゃないんでそれこそ伊藤選手とかの下に入れるとかもちょっと変な感じするんでね ちょっと6位に入ってもらいました、まあ、実力的にはもっと上でもいいかもしれないですね本当にでこれ新竜誠とかねおいちゃんに負けたじゃないですかこの前復帰戦ボントリンとかいいんじゃないですかねてかボントリン使わんのもったいなくねもっと上位勢とやろうぜてか日本人の上位勢せっかくねボントリンいるんだしドットさんばっか言うんじゃなくてねボントリンに喧嘩売ろうぜマジでボントリンに勝ったら結構でかいと思うんですけどねなんかあんま目立ってないしうまく使えてないですよね USC で普通にランカーだったんですけどねこの人しかもまだ若いしね32歳ぐらいなんでまだまだ全然動けると思うんでちょっとボントリンをね今後うまく使っていけば面白いと思うんですけどねってね見返してて思いましたうんちょっとボントリンのね村本戦忘れたくせにね偉そうなこと言うなって感じですけどやっぱ強かったんでねいいなと思いましたねで第5位やる気のない天才こと澤本達樹澤、うん、本選手はね結構天才だと思うんですよね 何気にライジンではね、ドットソンにしか負けてないですからね。で、それ以外、まあ結構微妙な勝ちばっかりなんですけど、ぶっちゃけね。中村優作戦だけ KO したんかな。それ以外判定勝ちで、スプリット判定の試合も何試合かあってみたいな感じで、結構微妙な勝ち方ばっかりしてるんですけど、でもポイントメイクするのが上手いっすよね。なんか誰とやってもそんなやられないというか、で、ね、同格ぐらいの選手にはなんだかんだセリカツみたいな。打撃上手いし、 寝技もこなすしで、レスリングが多分バックボーンにあってみたいな、組が強いし、だ強いやつをね、フィニッシュできそうな感じは全くないっすけど、安定して強いっすよね。なんか、小木ちゃんの後継者みたいな、なんかそんなイメージっすけど、なんか小木ちゃんっぽいよね。まあ、スタイルあんま似てないですけど、ちゃんと勝つみたいなところ、でも全然フィニッシュしなさそうなところとか、なんかちょっと似てるよなっていう感じはするよね。うん。他の部分は全く似てないと思うんですけど、性格とか。 いろいろ含めて。で、個人的にでもね、澤本選手は、新龍誠とやっても全然勝つ可能性あるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、やっぱドットソン戦も良かったし、でもあんまりね、野望とかなさそうな感じなんですよね、ここまでセンスあるんだったらね、もっと本気で取り組めば、ものすごい高めにいけそうな感じもするんですけどね、いや、わかんないですよ、めちゃくちゃ一生懸命やってるんかもしんないですけど、あんまそんな感じは伝わらないというか。 なんか昔ね本人の発信とかなんか見た気がするんですけど基本省エネみたいななんかそんなんだった気がするんですよねで結婚して子供できて普通に働きながらみたいなのも見たんでそれででもこの強さなのかというかびっくりしたよね本当まあでもそれが澤本選手の良さなんですかね格闘技専業にした方が逆に調子崩すみたいなのも人によってあるかもしれないですけどね難しいよねそこら辺はで私の中でライジン二大天才をね 沢本と真島なんですよねこの2人はマジで才能がそもそも半端ない選手って感じがしてて器用なんですかね普通になんか最小の動きで最大の結果を出すみたいなすべに長けてるのかわ、まあ、かんないですけどんそんな感じするな特に澤本選手はそんな風な気がしますねすごいなんか効率的に練習してそうというかでもねあんまやる気なさそうなんでまた試合やってくれんのかな マジマ選手と違うのはね、そもそも試合があんまり面白くないってところありますけど、あんま面白くねえんだよな、試合内容自体は。でもね、ドットソン戦とかやっぱ良かったんで、強いやつってやればやるほどね、ポテンシャル発揮する選手な気はするんですけどね、見てて。そんな気がするよね、だから沢本選手。だ毎回、今後毎回沢本選手にはね、めっちゃ強いやつ当ててほしいなって、勝手に思ってます。で、続きまして、第4位、ヒリヒリマンこと、福田竜也。 福田竜也はね、ここに入れていいんじゃないかな、強いよね、やっぱり。でも、前線からね、ディープでバンタム級でやってて、で、次戦もディープで、あの滝沢健太とバンタム級タイトルマッチすることが決定してるんで、まあ、ちょっとランキングからは出ていくことになるかもしれないですね、そのうち。ただでも、ライジンではね、フライ級でしか参戦してないんで、とりあえずここに入れておきます。福田選手はマジ強いっすよね。ディープでも、去年ぐらい、一昨年だっけ グランプリやってて、まあ優勝してましたし、まあ、危なげなく優勝してましたよね。安定して強いよね。で、ただね、あのけを内座 FC で、ケミカル疑惑もあるね、謎の風にね、しばかれてましたけど、まあその試合に除けばね、ここ最近、ほぼほぼ全部勝ってますからね。だらここ5年ぐらいで負けた選手ってのは、その内座 FC のね、まあケミカルかもしれない風と、あとは新竜誠と平達郎なんで、 マジモンのトップにしか負けてないっすよね国内ではでまぁ、あ、関係ないっすけどやっぱこの福田竜也見てると鶴谷霊はね USC 行く前に福田竜也とやってほしかったなってのはありますよね、まあ、これ断あるごとに言ってるんですけどねやっぱそうすることで平新竜鶴谷などんな力関係なのか結構はっきりわかるじゃないですか,だから見たかったなって思いつつまぁ、あ、しょうがないよねでとりあえずこのね福田竜也は今後バンタムとフライでやっていくんかな 堀口教授みたいな感じなんかなまあでもバンタムを主戦場に置くっぽいよな。次のディープでの滝沢健太とのタイトルマッチ、これがどうなるか次第っすよね。ここでタッキーに負けるようならフライ級に戻ってくる気もするし、勝つようならね、もうライジンにはバンタムで参戦またしてくるかもしれないっすね。まあ、どっちにしても楽しみっすよね。久田選手はマジでいい選手なんで、今後フライバンタムどっちでやるにしても大いに期待できる選手ですよね。で次第3位。 殺してやるよボーイ神竜誠あかんを殺すなんて言ったら人にまあでもねそれも含めて彼という人間なんでしょうで前線のスーパーライジン3ではね因縁の小木ちゃんとの試合便所論争にね終止符が打たれたのか打たれなかったのかもうようわからんような本当に微妙な内容での判定負けまあ両者ともに勝ったとも負けたとも言えへんような内容というかあれで勝ち誇られてもみたいな感じでもあるしね難しいよね 私はリアルタイムで見てるときは、新竜かなって思いましたけど、まあ、後になって振り返ってみると、確かに、おぎちゃんでもおかしくないかっていう感じもしつつね。てかもう、こんなこと言ったらね、本当に本末転倒なんですけど、あんな内容の試合でね、どっちが勝った負けたとか、マジでどうでもいいなって思っちゃう部分もあるよね。お前らどっちも負けやっていうね。ちょっとね、性格の悪い私が顔を出してる部分は否めないっすね。ちょっと申し訳ないんですけどね、こんなに MMA 好きみたいな感じで、 日々ね、動画出してるんですけど、それでもじゃああの試合をまた見返すかっていうと、見返さないよねっていう。うん、今度また勝敗予想とか、この二人がね、誰かと試合するときに、まあ、見返すとは思うんですけど、それ以外で、普通の時間で見返そうとは思わないもんな。うん、あんまり屋台してて面白くなかったもんな、正直。まあ、結局、小木ちゃんがうまかったってことっすよね。面白くない試合に持っていくってことは。やっぱスタンドとか、 まあそんな差はなかったっすけど、やっぱ小木ちゃんがその手数、ローとか、前、ま、蹴、あ、りとかもそうか、ああいうので若干優勢で、まあジャブも良かったか。で、新竜誠の方は2回ぐらいテイクダウン取ったけど、それだけじゃ大してポイントにならず、まあ下からギロチンとか、ちょっと殴ったりとかした小木ちゃんに票が入ったってことですかね。まあでもね、そんなこと5つ,つでもスタンドでの新竜誠の飛び込みの左のパンチとかも入ってたんで、マジで全然差はなかったっすけどね。 ただ真龍誠はあの負けは痛かったよね。キャラ的にあっこで負けたらダメっしょってのは正直あったよね、本当まあでもね、新龍誠、こっからでも見たいカード何個かありますけどね。澤本達樹とか、それこそ日本人対決だったら見たいですし、まあドットソンもいいし、なんならボントリンもいいっすよね。さっきも言いましたけど。うん、ボントリン戦とかもいいんじゃないかなと思いますけどね。で、これ、澤本対新龍とかも、結構分かんない内容になると思うんでね。 そんなな差はないと思うけどな、まあ、どっちが勝つにしても絶対判定までいくと思うしでドットソンボントリンにも勝てたとて判定まで行く気がするな,なんかあんまフィニッシュできる感じはしないっすよねその3人と新竜誠やらしてもやっぱボントリンがコンディションをまた整えてきたら結構新竜誠普通に負ける可能性もあるんじゃないかなやっぱボントリンねそんな年取ってるわけじゃないんで MMA だと今のドットソンよりも強い可能性も全然あると思うんでうんだからね結構新竜誠ボントリン戦とか決まったら結構厳しい試合になる可能性もあるかなって思いますけどね、まあ、分からんけどうんだからそこら辺とみたいな新竜は次戦って私は思いますで続きまして第2位キングオブベアナックルことジョン・ドットソン、まあ、ドットソンと新竜誠のランキングに関しては正面入れ替わってもいいですけど まあでも直近、新竜誠は一応負けてしまった。で、ドットソンはまあベアナックルファイトですけど、一応勝ったんで、まあ関係ないですけど、だから新竜誠がちょっと落ちたから2位に入ったみたいな感じっすかね、イメージ的には。うん、だほぼ差はないっすね、ランキング上は。やっぱドットソンも安定してるというか、誰とやってもね、ボコボコにやられるみたいなのは絶対ないっすよね。小木ちゃんとの試合でも組でコントロールされましたけど、まあ沢本戦とかはきっちり勝ち切ったしね。 まあ、ライジンのフライ級ではまだまだトップクラスの実力者なんじゃないかな。まあ、小木ちゃんと、まあ、あと堀口教授以外にはそんな簡単には負けないんじゃないかな。新龍誠とドットソンとかどうなんかなうーん、わかんないっすね。でも、小木ちゃんにつけられてたもんなってなると、新龍誠は小木ちゃんから、まあ、テイクダウンとか取ってたし、組で全然劣ってなかったんで、まあ、結構新龍戦とかもやったら厳しいのか。でも、 スタンドではね、小木ちゃんが若干が待ってたしね、新竜から。ってなると、ドットソンの打撃を新竜誠がばききれない可能性もあるみたいなところどうなんかね、難しいね。その二人とからぶつけてもおもろいかもね。新竜対ドットソン。てか、新竜ぐらいしかもうやる相手いないもんね。ドットソン MMA でやるとしても。小木ちゃんに普通に負けちゃってる以上、堀口教授戦見たいかっていうと、まあ、全然見たくないしね。なんか調整試合みたいな感じにしかできないよね。 だって、お木ちゃんに負けてるもんってなるし。てか、ネームバリューあるやつね、お木ちゃんに先当てたらダメだよな、堀口教授の前に。なんか、お木ちゃんがもう買っちゃうやん、つけて。困った男だよ、お木ちゃんは。お木ちゃんが結局、先倒しちゃうもんな、なんか。うん、なんか、先受け持って倒しちゃってるし。で、おそらく、ドットソンの次戦は、ベアナックルファイトになるんじゃないですかね。なんか、篠塚たつき相手に、そのベアナックルのベルト、防衛戦みたいな。 なんかそれっぽいっすよね。うん、大晦日まで引っ張るのか、10月ぐらいそこら辺でライジンでやってしまうのかみたいな。なんかそんな感じな気がしますね、ドットソンの次戦は。で、続きまして、1位、小木ちゃんこと、大木久保政ま政、あ。スーパーライジン3の新竜誠戦ではね、まさに小木ちゃんって感じで、際どい判定をものにしましたよね。真骨頂だよね、やっぱ、あれが。うん、小木ちゃんはね、ライジンで、 スプリット判定の試合は2試合あったんかな、元谷戦と、えー、石渡り戦か、ああいうところもね、ちゃんと勝ちきってるしね、すごいよね。特に元谷戦とかはね、なんか今回の新竜みたいな感じだった気がするんですけどね、打撃で劣勢してて、でもテイクダウンのポイントで勝ったみたいな感じだったような記憶があるんですけど、でも何でしょうね、そのジャッジの傾向を時代によって合わせてるというか、それが素晴らしいよね。 なんか時代に合わせて変化するみたいな、そんな強さをね、今回の小木ちゃんからは感じましたね。やっぱり小木ちゃんね、スーチョロ戦とかアーチレッタ戦、堀口教授戦、で、今回の新竜誠戦も、どの試合も割とテイクダウンはされますもんね。でも、まあ、なんかそのまま寝かされて終わるんじゃなくて、まあ立ちに行くなり、下からちょっと嫌がらせ的な攻撃するなり、ね、なんか色々要所を占めるピッチングをするというか、もうベテランの南東派ピッチャーみたいなね、そんな勝ち方しましたね、新竜戦は。 でもこの感じだとね、そんな小木ちゃんに、下、包みを打つのはね、小木ちゃん大好きな人ぐらいじゃないかなとか思うんですけどね。まあ、ライジンフライ級を世界の中心にしたいってね、そんなことをよく小木ちゃんは言ってますけど、それならもうちょいフィニッシュ狙ってくるよってのはいつも思いますけどね。やっぱなんかもう、堀口教授ありきの大木久保弘政じゃないですか、今の感じだと。うん、やっぱ堀口教授がパンって消えたときに、もう成り立たなくなるのが、 容易に想像できるというかいや好きなんだけどね小木ちゃん落葉での入場とか大好きなんですけど肝心の試合がなっていうねもうちょいどうにかならんかねっていう、まあ、井上直樹戦とか良かったか強者をやっぱじわじわ絡めとるみたいな試合だと真骨頂なんかなああいう試合はいいかドットソン戦も良かったもんなでもなんかねパッとせんなっていうのもあるよねあととちゃんといえばね 直近のライジンコンフェッションズ、新竜誠に謝ってたシーン、映りましたけど、確か俺が全部悪いからみたいな、後ろから来てガッてやって、<laughs> なんかね、もうあれ、もう私がちょっと人間的にひねくれてるからかもしれないですけど、なんかね、自分が悪く見えないようにするような、そんな振る舞いにしか、ちょっと映らなかったな、私の目には。だって振り返ってくださいよ、もともとね、新竜誠の方は、えー、何の試合だったっけあの、 韓国勢、ロード FC 勢との,あの対抗戦の試合か。あの、韓国人選手と試合やった後のマイクか。それで、大木久保選手いますかみたいな感じでね。で、あなた超えますみたいな感じで。ああ、指定対決か。みたいな感じだったじゃないですか。その時は。ただそっからね、何日か経って、会見開かれた時に、無理やり過去のこと引っ張り出して、なんで辞めたんだよみたいな。んとか、うん、どういう理由で辞めたんだか言ってみろみたいな。黙れとか。会見で散々進流をね、攻撃 まあ口ででの攻撃ですよそう書いて攻撃押した後に試合いざやったら試合後に俺が悪かったって謝るっていうね何あれって思いましたけどね正直私いやお前が引っ張り出してきたんやんってちょっと見てて突っ込んじゃったんですけど思わなかったそう、うん、私はそう思ったんですけどねお前が勝手に過去のこと引っ張り出してでなんかね最後無理やり謝ってみたいななんやその一人コントと思って 勝っても負けても謝ろうと思ってたって言ってましたけど、いや、負けたら絶対お前謝ってないだろうってね、全員突っ込んだでしょ、あれ。あとね、なんか、その座ってる新竜誠のところ、行く前に、スタッフさんがいてね、そのスタッフさんを手でガーってやって、払いのけてたシーンも映ってて、まあ、あれもね、なんかアドレナリンが出てるからしゃーないみたいな意見も X で見ましたけど、アドレナリンは理由にならないだろうって思うんですけどね、あれだって試合直後じゃないやんっていう。試合直後のリングの上とかでそうなるんだったら、まだわかるけど、 リング後でなんかちょっとわチャわチャってなって降りて歩いててで控室まで行ってあれですからねい,やいつまでアドレナリン出てんねんって話ですしで仮にじゃあアドレナリンが出てるとしてもね普通に人間として会話できるのに目の前に人がいたらその人思いっきり跳ねのけたりすんのかよっていう話になるんでそのアドレナリン理論はマジで意味わからねえなって <laughs> なんか見てて思いましたねうん控室まで行ってる段階はもう試合直後じゃないと思うんで 何分か経ってるじゃないですか多分でもねそれでいいんだよ小木ちゃん小木ちゃんはねちょいちょい過去の X の投稿とか掘り返されたりしたのなんか見たことありますけどなんかどう考えてもね性格いいわけないじゃないですか性格いい人はあんなファイトスタイルにならないでしょ絶対むしろね小木ちゃんはやっぱこの昭和の嫌な感じなんか勝ちに貪欲でねちゃんと勝ちきってみたいな で、たまにちょっと嫌なことも言うみたいな。それで行こうぜ。うん、それでこそ、おぎちゃんの真骨頂じゃないの。そんな成人君子みたいな。誰も求めてないよ、おぎちゃんに。で、やっぱね、今回のこの、おぎちゃん対新竜、振り返ってみても、会見から試合、試合後までもう全部おぎちゃん劇場だったじゃないですか。試合後のなんか自分の YouTube 動画でもねあ、感謝のトイレ掃除するみたいな、やってて。いや、どう考えても、全部俺が悪かったからとか思ってないやんっていう。 まだネタにしてませんやんってことなんで、その性格の悪さがいいよねって感じなんで、今後もそれでいこうぜ。で、ジンがね、なんとかムハンマド・モカエフ、うん、モカエフを取って、そのモカエフをツケにつけて、乳首ベロベロにしてね、判定勝ちしてほしいなって思うんでね、ちょっと雷神、チャーリーさんにはね、なんとか頑張ってもろて、モカエフね、連れてきてほしいなと私はそう思ってます。そしてそのモカエフを、おじいちゃんがツケにつけて、勝つ。みたいね、それが。 で、最後、王者。史上最強のメイドインジャパンことを堀口教授。史上最強のメイドインジャパンってもうずるいよね、なんか。なんか、かっこよすぎてずるないその通称。なんなん史上最強のメイドインジャパンって。俺も人生で一回ぐらいそう言われてみたいもんね。でもね、堀口教授はどうするんすかね。もう全員が思ってることじゃないですか。居場所はここじゃないって。もうこっから雷神で何を証明することがあるの、堀口教授が。 フライとバンタムの2階級制覇王じゃ。で、グランプリもライジンでバンタム級で取っててみたいな。何をすることがあんのこれ以上。本当に。うん、まあ前線、ね、バンタムでやってますけど、でもやっぱバンタム級でやるのはきついよね。どう考えても。だってバンタムでも、ね、ペティスってめちゃくちゃでかいわけでもないんですけど、それよりもさらに小さかったもんな。も、ま、う、あ、それでなんで勝つのって話なんですけど。 正直 MMA ファイターのクオリティとしては、バンダム級の世界トップどころと比べても、何ら遜色ないと思うんですけど、やっぱサイズなんですよね、結局、うん。そこですよね。そこだけなんだよ、本当に。せめて堀口教授がね、じゃあペティスぐらいの骨格があれば、マジでなんかバンダムでも世界一取れるんじゃないかな、ぐらいに思いますけどね。てか、全然勝負論はあると思いますね、うん。無理なんて言えないぐらい、そんぐらい強いと思うんですけどね。 で、バンタムだとやっぱり体がでかい分相手の方が一発いいの入っただけでも終わりそうな怖さもあるしね。ほんと見ててなんかヒヤヒヤするよね。バンタム宮殿の堀口教授は。まあそれも含めていいんですけど、やっぱ何回見返してもね、コールドベル戦とかミックス戦とかわけわからん体格差してるもんな。で、あと最近の UFC とか見てても、やっぱフライ級のやつらでもでかいよね、今。うん、すげえ思うな。どう考えてもフライ級でも小さい方だし。 で今後フライ級もやっぱもっとどん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 でかいやつだらけになると思うんすよね。今でも当たり前にね、170センチぐらいの身長のやつ、フライ級でいるしね。でも俺たちのね、タイラーとスローだって、まあそんぐらいあるじゃないですか。やっぱでかいよね、みんな。でもやっぱそれでもね、u f c で見たいよね、また。見たいけど無理なんかな、やっぱり。無理なのもう。無理ならもうね、全然ワンで試合やってない DJ、ライジン一本釣りしてくれへんかな。榊原さん、頼むよ。 まあ、見たい試合っていう観点だけで言えば、DJ 戦がやっぱ一番見たいっすからね。まあ、USC のね、タイトルマッチとかも見たいっすけど、誰との試合が一番見たいかってことだけ考えると、やっぱ DJ との試合でしょう。一番見たいのは。まあでも移籍するなら USC 一択だと思うんで、移籍しないならもう残ると思うんでね。ただ朝倉海がね、これもうフライ級で行こうものなら、もうきついよね。USC フライ級で行くのも。 無理だよな。無理そう、マジで。どうすんのって感じっすよね、本当に。やっぱな、でも、最近の世界のフライ級トップ層、誰の試合見てもね、やっぱ堀口教授が一番強いなって見てて思うけどな。ワンデの DJ の試合とかももちろん全部見てるんですけど、まあ、それわかんないっすけど、でもやっぱ勝つと思うけどな、普通に。パン者ージャロイバル、アルバジー、モレノ、USC とかだったら、まあそこら辺が勝負論ある選手で。 ワンだったらまあ DJ とアドリアノ・モライスかなその6人の中でやっても全然勝つと思うけどな正直アドリアノ・モライスはね DJ に1回勝ったからすごい評価上がってますけどそこまでじゃない気もするんですけどねちょっと1枚落ちるような気もするけどなんか誰とやっても勝ちそうだけどな逆に考えたらだって今のそこら辺のフライ級の奴らがバンタムに上げてペティスに勝てるかっていうと勝てんと思うんでね すごいよね、そう考えると。でも、それをね、証明してくれんと意味ないよね。こっちは勝手に世界一強いと思ってるけど、そう信じてますけどね。でもそれをちゃんと証明する場でね、もう一度戦う姿を見たいっていうのがね、全員の願いっすよね。ライジンでフライ級グランプリまたやるんじゃないかみたいな話ありますけど、そんなもんに出てどうすんねんって話ですしね。いやいや、そんなんいらんよ、もう。うん、もう無駄な試合こなしてる場合じゃないんだよ。 早く世界一を取りに行ってくれよっていうね。でも難しそうなんだろうなっていうことで、まあそれの堂々巡りだよね。っていうことでね、この動画ではライジンフライ級ランキングについて話してみました。まあ、やっぱさっきも話した通りね、フライ級グランプリやるみたいな話はありますよね。でも上位勢は結構ベテランが多いんで、あんまグランプリやるの向いてない気もしますけどね。やっぱグランプリって20代の選手がやるものな気はしてるんで、1日2試合とかもね、 正気の沙汰じゃないっしょ堀口教授がバンタム級グランプリ制した時も確か27歳ぐらいっすよねまだ若かったと思うんでだからこれ今30代の選手が多い中でやるのはあんま良くないと思うけどな愛人のグランプリって日程がそもそもバカみたいに詰まってるし30代の選手はそれだけで不利だよね回復力はそら20代の選手の方があるんでグランプリやったとしたらね 真龍誠が取る可能性が結構高い気はしますけどね若いしね若いし一番実力があるんで若手の中だったら盛り上がらんよねそうなるとうんやっぱバンタム級のジャパングランプリも朝倉海外とから結局何とか成り立ちましたけどあれおらんかったら悲惨なことになってたっしょうんやっぱ堀口教授以外にもね求心力のある選手見つけんとフライ級グランプリやってもきついよねうんきついきついどうなるんか知らんけどもうねじゃあ終わります 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。